好感度の話をします。人は見た目が9割なんてね、本も売れましたけれども、やっぱりセールスパーソンとかって好感度って大事なんですよ。もちろんね、最初なんか変な人だなと思わせといてからの、なんだいい人じゃんっていう、このギャップ萌えみたいなのはあるけど、やっぱりセールスパーソンはパッと見て、あれ良さそうな人やなって思ってもらえるかって、かなり勝負なんですね。それ本文いきます。本文は、好感度第一印象、最初の何秒で決まると思います皆さん。まあ諸説あるんですけどね、これ。ああ、いいですね。うん。だいたい皆さん合ってますね。2、3秒です。2秒ですよね。最初の2秒で決まってます。で、もういきなりいきます。皆さん、この習慣があれば、第一印象はあなたのものです。この黄金習慣その1、今から3つやりますけど、この1があったら、もうね、これだけで売れるから、なんだと思います?心を開いて相手に近づくという意味があります。なんでしょう?黄金習慣。これだけやっといて。これ大事にして。これやれば売れるから。売れる人にどんどん近づいていくんだよ。なんだと思います?笑顔。いいですね。笑顔。もうワンプッシュ。正解。そうなんですよ。挨拶と書いておいてください。黄金習慣、挨拶です。本当に挨拶なんです。その下行きますね。挨拶とは、心を開いて相手に近づくという意味なんですね、あれ。挨拶ってあの字そのものが。心を開いて相手に近づいていくという行為が挨拶である。ただの声かけでなく、自分を変え、周りの世界を変えることさえできる偉大な行為。これ僕の言葉ではありません。本当に挨拶を大切にされている成功者の皆さんが言うわけですね。挨拶とは偉大な行為だ。ただの会話じゃない。あれは本当に偉大な行為なんだっていう、ね。で、お客様にも大きな影響を及ぼします。うん。相手の存在を認め、承認することができます。で、その下も挨拶ね。挨拶を極めると、人に物を爽やかにお願いすることができ、素直に生き、心を込めてお礼が言えるようになってきます。ということで、ポイントがいくつかそこに書いてあります。自分から笑顔で、爽やかな大きな声で相手の目を見て心を込めて。あたりはポイント。もし可能なら相手の名前も呼んで。うん。あ、中井さんこんにちはって、本当にちょっと名前つけるのもこれポイントですよね。自分から笑顔で、爽やかな大きな声で、あんまり大きな声でも、こんにちはってのもうるさいから、そう、爽やかな大きな声で、できれば相手の目を見て、こんにちは、うん、心を込めて、できるかどうか。めちゃくちゃ大事なんですよ。まあまあ、そんなこと言ったって、皆さんね、ね、挨拶ぐらい普段やっとるわって、思う人。挨拶ぐらいやってるよ、普通に。って思うよね。そうなんですよ。だから、お互い会った時はするじゃん。仲間同士。おい、久しぶり、イエーイとか言ってね、挨拶とか全然、仲のいいもん同士するんですよ。皆さんに質問です。コンビニでもやってる?コンビニの店員さん言ってくれますよ。いらっしゃいませ、こんにちは。挨拶返してる?あ、こんにちは。スタバなんかいいよね。いらっしゃいませ、こんにちは。ご注文どうぞ。っていう時とかに。こんにちは。って、やってる?やってない人多いんじゃない?あれね、日本の不思議な文化なんですよ。アメリカ人ね、日本のスタバ来るとびっくりするんだって。なんで誰も挨拶返せないんだろうって。日本ってさ、逆に僕らスタバの列とか並んでて、いらっしゃいませ、こんにちはって時に、あ、こんにちはって言う人とかがいたら、どっちかって言ったら、この人挨拶してるみたいな。変な人みたいな傾向ない。挨拶みんな大事だとか言うんですよ。やってる?うん、あそこにね、元学校の先生おるけどさ、ここ今日大人が結構、まあ、2、30人おるわ。皆さんどう?うちの息子2年生です、小学校。ね、皆さん全員の挨拶と、小学校2年生、うちの長男たちの挨拶、どっちがいけてると思う?どっちがちゃんとした挨拶できそう?大人だって思う人。子供だって思う人。恥ずかしくないんですよ。っていうのが、これ、カモさんの持ちネタね、これ。見たことあるよね。そう。ほんとそうなの、でも。ほんまやと思って。恥ずかしいよね。子供たちに言うんですよ。挨拶しなさい。親戚とかに会ったら言わない自分の子供とかさ。あ、ちゃんと挨拶してない。ね。自分やってる?ね、そうなんだよね。だから挨拶って、まあ、仲のいいもん同士とか、上司ぐらいにはやってるんだけど、
本当にちゃんとこの5つのね、1から5番まで自分から笑顔で爽やかな大きな声で相手の目を見て心を込めて挨拶できてるかっていうと、できてないこと多いんじゃない？で、例えばサラリーマンの方とか、職場ではやるでしょ、普通に。おはようございます。おはようございます。みたいな。ひとつ、ジュース。みたいな。ジュース。ジュース。ジュース。って。もう何言ってるか分かんないじゃん。挨拶ですらないわ、あんなもん。ねえ、だんだんほら、子供の頃は、幼稚園ぐらいの頃は、おはようございますとかやるじゃん。先生、さようならとか、やるじゃん。俺面白いね。幼稚園になると、おはようございますになって、小学生ぐらいになると、おはようございますになって、中学生ぐらいになると、うーすとかなって、高校になると、ウィースとかなるね。で、大学、大人になるにつれて、挨拶しなくなるんです。ね、どんどんいい加減になっていくんですよ。で、これ先にね、次のページちょっと見てもらおうか。6ページ。これすごいっすよ。本当にね、感動したんですけど、人に物を売りたければ、誰に対しても心から挨拶をすることだ。挨拶ほど簡単で、かつ奥深いコミュニケーションはない。デール・カーネギー、世界的実業家の言葉だったりとか、挨拶から全てが始まります。大きな声で爽やかに挨拶をすると、相手の心の扉が開く。すると世界が広がり、幸せが満ち溢れるんです。ワタミグループの渡辺美希さんのこれ講演録から持ってきました。性格が暗かった営業マンが本物の挨拶をし、前向きな言葉を使うようにしていたら、次第に考え方が楽観的になって、性格も明るくなり、売上がどんどん上がっていきました。私はそうやって挨拶によって変わってきた人を何人も見てきました。これも HIS の澤田さんの講演録ですね。挨拶だけきちんとできていれば、好感度がぐんと高まり、固定客が増え、売上は伸びていくんです。大久保さん。セブン&アイフードシステムの社長。で、出た営業の神様、ジョージ・ラードです。勉強もスポーツも大事だが、何より大事なのは挨拶。本当の挨拶さえしていれば、なんとかなる。挨拶があれば、人生はどんな風にも変えていける。そんなにすごいらしいよ、挨拶って。やばない？これ。そうなんですよ。挨拶ちゃんとできる人、嫌いな人いないんです。でも日本って挨拶ちゃんとできてる人、さっき午前中やった礼も含めて、ちゃんと相手に礼を払い挨拶できる人ってそんな多くないんですか？ということは、皆さんがよ、本当にちゃんと挨拶できるようになったら、誰に対しても、もうね、それだけで突出した人になりますから、目立つってこと。もうお客さんの前だけじゃないですよ。レストラン行ったって、コンビニ行ったって、もう自分から挨拶する。こんにちはーって。で、店員さんに声をかけられたら、もちろんこっちも返す。こんにちは。ちゃんとできるようになっていくと、もうだんだん皆さんエネルギーそのものが変わってくるんだよ。それぐらい挨拶とは、偉大な行為である。YouTube ご覧いただきまして、いつもありがとうございます。ヒロのメルマガ、ヒロメールはですね、毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報、ほっこりする話、感動する話、お届けしてますので、ぜひご登録の方お願いします。もちろん無料です。それでは行ってらっしゃい。